というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。おお、なるほど、そういう新しいパターン。何した今。いや、何もしなかった。ああ、いやいやいや、見てなかったな。そう、イエーイが、で、いつも同じですねって言われてるところに何かやろうと思った結果、何もしないっていう。なるほどね、これは一本取られました。黙る。新しいことしやがって。はい、まあ本来であれば先週も言ってたんですが、まあ、これ上がったの日曜日なんでまた1週間経ってるんですけど、ギルド大会がね第3戦目真っ最中という方だったんですが、まあ、全くねそんなことはないので、何やってますか。今はあれもイベントのキャラたちの獲得が終わったから、はい、あ、はい、ランクアップさせるために素材を取って、そうか、今そう、うん、報酬倍とかですもんね。それまでこのギルド大会が中止ってなった時にチームリモはどうしたんですか。テンションのみんな下がったんですか。どっちだろう。でもみんな残念だし、ってなった。僕は早起きがなくなってよっしゃって。睡眠さんにバレたんで。まあでもなんかね、結局ギルド大会がね、はい、ギルドというものが一番、うん、関わることだから、まあやっぱね、それがなくなるとね、なんかちょっとそう、肩透かし感はすごかったですよ。やっぱ一致団結するのはそこしかないからね。はい、ただみんなここで好きなことやってるだけであって、そう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 、だからといって別に仲がね、あの常に誰かとわちゃわちゃやってるわけでもないし、意外とね、みんなプライベートもあるし ね、はい、気にその子で交流深めたりってあるんで、あれでしたけど、まあでもまたね、8月の5日から再びローウェイ通る、今日ね、今日の段階だ、そう、さっき、本当にさっき5時半に発表されたんで、まあ結構新しい情報なんですが、1週間後です、これが出るのはね。だからもう本当に、なんだろう、今度はゾーマとか、はい、まあ賢者が、これが入るから、うん、まあまた最初から見直しですね。それがないんだったらもう防衛登録期間もいらねえぐらいの感じだよね、問題ね。まあ、あの前回のそっくりそのまま使えばいいやってなっちゃうんで、うん、まあどうなるか分かんないですよ、うん、一応ステージとかね全く一緒って聞いてますが、湯上さんはどうだったんですか。ギルド大会なくなった普通なら参加しなきゃいい、そんなに嫌ならね。でもね、マスターだってね、あの私が知ってるんだ。いやだから自分は出ないけど、その代わりなんか早起きして皆さん今日は頑張りましょうと、まあ、そういうねアナウンスだけしてあげる。寝てたい。でみんな誰が勝つたびにね、誰々さんね頑張りましたね、拍手、そうそうそう、まあ、そういう係に回ってもいいんですよこれ。まあ応援係、そうそうそう。あとはなんかもうもうちょっとなんかね、もうできてから何ヶ月だったかな。僕は分かんないです。僕が入ってから2ヶ月目なんで4、5ヶ月経ちました。ゆかむろさん一人の時期もあるんで、リボンができたのはできたの一人でしょ。一人で遊んで、人が来たのはでも4月ぐらい、4月か、だから3ヶ月、だからもうそろそろなんか今例えばゾーマのね、うん、高難度ですか、高難度っつうのかな、あれ高難度ですよ、最近やっとくれないと、ああいうのをなんかみんなでね、はい、相談し合ったりとか、できた人がなんかヒントをねアドバイスしてくれたりとか、まあ、そういうのがね動き始めると、あでもわかんないじゃん、なんか自分は知らないだけで裏でやり合ってるかもしれない。ゆかむろさんはどうせこういうのはあれだからっつってね、ある程度できる人間同士だけで喋ってる可能性はあるから、ね、ただ普通にギルチャでもゾーマ城 EX クリアできないって方がいて、うんうん、ね、聞いてるのありましたからね、はい、だからそういう、例えばこういうのが上手い人、闘技が上手い人、まあいろいろいるから、うん、そういう人たちをうまくね、あの利用しなさいよ。あ、でも聞いたよ、あの PVP でさ、ログインしてる人がいるから、はいはいはい、その人に、ね、どのキャラを使えば上に行けるか、そうおすすめされたのが鬼コンボ、はい、でそれだから、ゆかむろさんの手持ちを知ってる上で言ってくれたの。いや、その人が使ってるので、それをおすすめ、まあ、ただなんかその、めちゃめちゃ課金してなくてもこのキャラはいいんじゃないっていうおすすめ仕方をしてくれた。いや、みんなとりあえず今チームリボンは PVP はそれなりにはやってんの。え、知りません。知らないんだ。先週、うん、だからあの PVP 始まった瞬間ぐらいにゾロゾロっとプラチナ行って、うんうん、その人たちはプラチナ行ったんだって分かるんですけど、だからそれ以外の方は分かんないです。僕も最近行ったばっかりし、ゆかむろさん今日行ったんですよプラチナに。やったー、おめでとうございます。だからもうこれからはもう競合も変わるからね。そう、マシェリーなかなか難しい。
だからマシェリンがやってる時間帯でもなんかマシェリン本当ね言ってたよ、やっぱり忙しいってこの仕事を、まあそりゃそうですよね、的に全部を参加するのは無理って言ってたから、はい、そりゃそうだ、だから本当もう少し遅めの時間があればね、意外とね仕事終わってからできる時間があると、うん、これ深夜帯とかにも一枠作ると、ね、なんかみんなが均等になるんじゃないかなと思うんだけどね、7時9時で終わらせちゃって、うん、その後なんか11時1時みたいな、ね、そう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 、その枠はみんなどんな遅い仕事の人でもできる枠っていう感じで ね、はい、そういうの作ればまたいいんじゃないかなと思うけど、まあでも本当にあんまり面白くない、興味ないんでしょ陶器はね、陶器、うん、リアクション薄っすいませんやってですか、僕はまあただそのプラチナ行って、うん、やっぱそこまでめちゃめちゃ時間かけようと思わないんで、こうやりたい時にフラーっとやって、翼くんだからあれですよ、ランマンガンかかるぐらいまで一生懸命ちょっとやって、うん、誰かしらと当たって、いや何か当たってる人いたよね、今ありましたありました、その競合の方と当たってみたいのはあった、僕も当たりたいんですけど、なんか勝つことできたら報告してくれるね、まあね、そういうのもでも今のところ勝った勢はない、ね、まあそれはしょうがないでしょうね、いや僕もうさっきスタッフさんとやりましたけど無理よまあこうなっちゃうわけですよ、いやまあ全然ね、まあ、それもでもね意外と僕がやっててもそれなりに手こずるんで、うん、まあ、だから翼くんレベルがいないのかもしんないけど手持ち的にねはいはいはい、だけどやっぱそんな簡単に圧勝ってのは意外といないよ、うん、だからやっぱそのやり方なんだよね、だってめっちゃ噛んだけど、僕も速攻パじゃゴールド3ぐらいで太刀打ちできなくなったんですよ、うん、あスピードが足りないってことだね、そうそうそう、だからやり方変えて、うん、ね、まあ横山さんにもそれを教えたらそれでいけたりしたんで、やっぱ低課金は低課金の戦い方は、まあ、ただカウントスタートる、僕のね受けパがね、はい、攻めることができちゃうわけだからね最初からね、そうですね、2個できる、うん、スピード落としてるやつに負けるスピードだから受けパに速攻されるっていうわけのわからない状態がチャンスと思えば行くからね、そっちはね、あ、来るんだ、なんでわざわざ待たなきゃいけないってなっ待機しねえんかいまあだからなんかね、まあでもいいんですよ、ゆかのさんまだなんか楽しいでしょやってて、うん、育成がね、うん、じゃあそれはそれでいいね、そうですよ、だしそれこそ今2周年で、うん、一応目玉のゾウ魔女、うん、さっきやってましたもんね、あ、一人でできただから言ったでしょ、だから僕が最初に言ったように一人でできた、翼くんはなんだか変な動画出してましたけど、最初に僕がねオートでいけるよ、まあ、簡単だよって言ったのが分かるでしょ、これ岡村さんがクリアできたんだからね、え、オートは無理だったよ、無理ですよね、オートでできねえよでもできるわけねえよだって4万2千をクリアしたわけだから、まあそうですね、だからこれが本当に持ってるつのは分かったでしょ、まあ実際に開花だったら歯が立たないならないですよ、ゆかめさんもクリアしましたし、ゆかめらさんがクリアしたってのを聞いて僕も急いでやりましたから、だから今後なんかもうちょっとね、はい、ちょっとこの日曜日のこのところも味付けするとしたら、うん、翼くんとこのゆかめろさんが開花の扉を登っていく、どん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 って、どっちが毎週、だから今までは戦闘力を比べてたでしょ、はい、今度は今何回っていう勝負をちょっとやっていくのが、じゃあ早速来週やります、いやだからほらもう間もなくリセットされちゃうでしょ、そう、だからまあ次からだな、8月の1日そうですね、はい、どこまでみんな落ちるの、僕今全くまだ触ってないんですけど、10多分一緒ぐらいですよね、12だか15だかなんか、いつも15に戻される、じゃあ20まで20はクリアしてるってことでしょ、20いった、はい、21でダメってことだよね、だから16ってなるんでしょ、翼はどうなんですか、僕だからそこよりは行ったんですよ、先々月とかに、ただ先月全く動かしてなくてこれなんで、まあでもポテンシャルの方が高いんじゃないですかこんだけで何をやってんのって話だよね、もうねもうすぐ100万人いくの、あ、おめでとうございます、戦闘力は翼はどうなったんですか、僕ついこの前80万超えましただからだって開花の扉の40回だってクリアしてる人がいっぱいいるでしょ、チームリボンだ、うん、いますいます、ねえ、だからなんかアドバイスもらうのもいいだろうし、どうしますか、で今もうほんとね、勇者とかね、この新しいキャラがいるからかつてより全然簡単だからね、まあね、そういうのもう全くだからテリーとかいないんだよ、一生懸命攻撃力とか上げるのクリフト使ってたんだからいいじゃないですか、クリフトでもね、39巻でクリフト使ってたそれが今テリーでバンバンいけんだから、まあ、そういうの全然違うしね、まあ新しい攻略法もね掴みながら、でもゆかみのさんとかってその
攻略しようって言った時に、今日は自分でやってるんですか、才能開花とかも自分でやるんですか、動画とか見て、動画見る、あ、見るんだ、何を開花した方がいいのかなっていう、才能開花の扉行く時にですね、あ、開花の扉、そうです、だから攻略するときに、でもなんか間違えました、すいません、そうすると本ちゃんの方の動画でも、はい、なんかほら開花の扉と才能開花をなんかやたら間違えてるでしょ、僕の中で一緒ですから、お、ね、才能開花で開花の扉の絵を出し、なんか出したもんね、そう、あっちの方は見栄えがいいんです、そういうことだな、こいつ本当分かってねえなっていうふうに下打ちをされるんですよ、この見てる人は、やばめっちゃ悪い、そういうのにイラついてる人もいるわ、翼くんはもう序盤結構知ったかしちゃってんだからね、やってるふりをしてたんで、今でこそやってるけど、まあ今でもどうかですよ、そうそう、怪しいとこちょっとあるんだよね、たまにね、そうだ、翼くんに言いたいことがある、え、なんですか、なんかやっちゃった、そう、あの登録で、はい、何をやってるんですか、登録で、そう、なんでいつもあんなに遅いんですか、僕あの毎回自分であのリボンの人たちの防衛と戦った上でいろいろなんか仕込むんですよ、ネタをどういうことやってんだろうって、だからですね、これはね本当の正解はね、一旦登録しよう、そうそうなの、ああ、はい、それは別にいいんですよ、そうすると相手がいじってくれて、こここうした方がいい、あした方がいいっていうアドバイスが出てくるんですよ、一旦でとりあえずどんな感じでも、そう、自分の中で一旦ベストを一回登録、そっから寝る、そう、カッコつけてるからカッコつけじゃないですよ、俺は最後でいいぜぐらいのね、やらねやらね、そんなこと戦闘力80万のいや、そんな人は本当にないです、だけど本当にこれは何万だってことなんだけど、先に登録しといた方がいい、そうすればアドバイスが飛んでくる、いつも飲まないと一番最後に登録するとそれを調査する時間も少なくなっちゃうから、うん、なるべくね本来やる出場意思があるんであれば先に登録するっていうのが、いやー、次のビデオ配信は早めに止めに真っ先に止めに、僕らがもうとにかくあのほら、辛いもん並べてみたいな、一旦意思は見せますからね、それでもいいってことですね、そう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 、何かしらです、はいはい、わかりました、おつむっこりを、おむつっこりか置いといたっていいわけですもうももんじゃだけでそう言ってみたい、こいつやるのかな、やんないのかなっていうね、まあそういうのもあるしでも、本当にやらないの会にもちょっとやってみたいですね、本当にそう、どうせやるんだろうと思って、まあでもね、翼くんのあの今のところの存在価値はね、ギルド大会ぐらいしかないと思うからね僕はあのだからあの毎朝の告示ですよ、だからまあここはね、活躍しないといけない場であって編集してるんでねまあちょっとそういうのも踏まえて、もう少しなんかね、活性化した方がいいじゃないかな、ただまあね、まったりとね、まったりでしょ基本的にね、そう、のんびり、うん、ジェム割りも湯川さんが一番なの、今一番ですね、まだ税割りしてんの、現状だと湯川さんが1位ですよね、まだ税割りやってる、いや、最近あれ10、税割りはきついでしょ、ね、きついっすよ、ガチャもやりだしたんで、もうよっぽどきついっすよだからまあちょっとね、まあ、そういうので来月からまた一段変わるような、いよいよあの人が戻ってくるのかなもうちょい先かな僕もほら、まあ、久しぶりの挨拶しないといけないからね、これね、でもなんかこれ言っていいのかな、あのね、なんて喋ろうって不安ってやつなんか言ってましたよ、その例の方が、あ、そうなんですか、スタッフさんに、あ、もうね、あとダンバンダンとかにも顔出すだろうからね、これ全然気にしてないっていうことをね、言っとかないと、そうそうそう逆に面白いぐらいの、ね、この空白がね全く本当にその間にほらパパンティ浮上してきたからねこれ元に戻さなきゃいけないよ、この人はグイグイ食い込んできた、そうポジションもパパンティ取りきたからグイグイ来てるからね、パパンティ広報としてね、チャンネル広報として激アツだもんね、だから本当にこれはね、はい、ちょっとね、はい、楽しみ、いろいろ楽しみな8月になるんじゃないかなと、うん、思うんですよ、だからまあこの人がいてのギルド大会をもう一回ちょっとね、そうですね、やってみてっていうところじゃないですか、そうしましょう、本当にね、まあそんな感じですかね、だからまあ本当に次回から来週だからもう月変わる、次も8月になっちゃってます、そうだね、だから開花の扉のちょっと登っていこう回にしてみましょう、だから今までのその記録を超えるぐらい、はいはい、まあ確かに目標あった方がね、うん、やりやすいかもしれないし、じゃあ背比べしましょう、だからいいですよ、これあのゆかめろさんなりに調べてもちろんやってもいいってことだからね、これ戦いですよ、どっちが上に行けるかの、
え、なんか行ったらさ、なんかもらえるの？うん、だからじゃあいいじゃないですか。翼くんが勝ったら、翼くんが3000GM とか。僕が勝ったらゆかぶろさんが3000GM。ああ、じゃあ10連かけます。まあこれを長い目で見て、どっちが先に40か到達するかでもいいし、はい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 、常にそのね、うん、だから常にどっちが上にいるかっていうね。はいはいはい、まあそういう争いをちょっとしてみるのも、いや8月で誰にアドバイスもらおうが自由ですよ。そうですね、これはもう好きだからもう、なんでなんだっけ、そっちにいるでしょう、森氏みたいな、はいはいはい、とか聞いてもいいし、すいません、これはもう動画を調べてもいいし、うんうん、じゃあ各々のやり方で、そうどうします、じゃあ8月、まあ、ちょっと2日になっちゃうじゃないですか、さすがにそこでどこまで難しいと思うんで、うん、毎週ここで記録を見せ合って、そうだからまあちょっとこれをこのチャンネルのために開花の扉を登って、だってもうまた来るんだよ次、あのなんとかタワーも、あ、そっか、そうですねいろいろ忙しいから、じゃあそんな感じで、やっぱり開花の扉を高いところまで登っていかないと本当にこの才能開花の素材が集まらないのよ。それはそうだわ、ね、はい、僕ですら今それ待ってんだから。でこれ微妙にこの7月の30日でしょ、はい、あ、そうですね、うん、そうだそうだ、これ危ない、できないよこれ、ギリ開花できない、あ、これ戦闘力も大変だぞ、そういうのもなっちゃう、だから僕今一切触らないで、いやそうなりますね、いるんだけど、まあまあ売ってくれるんだろうなとか思ってるけどね、まあ2周年ですからね、うん、はい、まあまあだからちょっとそれを一つ新しい部署に、うん、部署じゃないな部門部門で、当たる方、才能開花部門で、はい、はい、来月からそういうくらいで、はい、はい、でもゆかみチャンネル登録もね、よろしくお願いします、はい、概要に貼っておきますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、じゃあ今回こんな感じ、はい、どうもありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよ、な、な、チャンネル登録してくれよ、な、な。